ロイシンはアミノ酸の一種であり、即差に磯ブチル元を持つため、素水性アミノ酸に分類される。また、非極性即差アミノ酸で分子差アミノ酸に分類される。略語はラうあるいは L である。白色結晶となることから、ギリシャ語で白いを意味する、ロイコにちまみ命名された。英語式発音をカタカナ転記すると、ンインとなる。 ロイシンはバリンを呼び、イソロイシンと共に分岐さアミノ酸の一つで、体内で筋タンパク質合成を誘導する役割を持つ、タンパク質合成アミノ酸であるが、人はロイシンを合成できないため、人の必須アミノ酸の一つに数えられる。幼児では成長、成人では窒素平行に必須である。ただし、遺伝子に異常がある場合、 メイプルシロップ尿症の原因になるアミノ酸の一つでもある。毛と腹性を持つ。タンパク質の生成、分解を調整することによって筋肉の維持に関与する。なお、ロイシンは一つ、キラル中心を持っており、天然型のロイシンは S 体の L ロイシンであり、人はこれを苦く感じる。対して、天然には、ほとんど見られない R 体の D ロイシンは、 人には甘く感じられる。ほぼ、すべてのタンパク質に含まれる物質であるが、特にヘモグロビンやカゼインなどに多く含まれているロイシンは1日の必要量が最大であるが、肉や魚、乳製品に多く含まれており、不足することは、ほとんどない。人はロイシンを取ることで肝機能向上や肝細胞の増殖及び分化の正常化、血糖コントロール、 タンパク質成合成の促進、筋タンパク質の維持、筋肉グリコーゲン合成、酵素活性の促進などの効果があるとされている。ありがとうございます。